Hey, good.
さんも知ってるだろうし、みんな知ってますよね。米軍属の男が20歳の女の子を殺害したね。うん、今までもね、強姦されたりいろいろありますよね。それはさ、米軍がね、沖縄にいて日本にいて地位協定で守られててね、そういうわけじゃないですかね。武器を持った軍人が日本にいてね、ね、本当はね、もう戦後70年ですよね、経ってるのに、ずっと日本に米軍基地がいて、米軍基地があって、ね、ずっとこう支配されてるみたいな感じですよ。本当ね、いい加減ね、何人犠牲者を出せばいいんだよ。ね、で、思い上がり予算、思い上がりじゃない、思いやり予算か。とかね、税金から出して。だってあそ、ね、米軍、米兵の、いろんな、家賃だとか、いろんなものを思いやり予算で面倒見てるわけでしょ。ね、それで長女たちがさ、暴行されたり殺されちゃったり、ね、そんなもんに税金使ってんじゃねえよ。ね、ほんとね、ちゃんと考えてくれよ、この国のことを。この国のこと考えてねえじゃねえかよ。ああね、あんたらだって俺らの税金で食ってるわけでしょ。で、なぜ税金を払ってるかって、俺たちの未来の安全安心とか、そのためじゃない。俺たちが払ってるのは逆のことやってんじゃねえよ、バカ。と、すいません。じゃあどなたかいらっしゃいますでしょうか。私は、仏様のような人間なんですけど、いやー、ちょっとまあえらいことが起こりましたよね。で、まあとりあえずちょっとなんか、あれ、この場所にふさわしいかどうか分かりませんけど、ちょっと言っとかなきゃいけないなって思うことはやっぱ山ほどありますよね。まあやっぱ日本人だったら、日本人だったら山ほどあるよね、言いたいことは。これはまずいぜ、どう見ても。まず、なんか、まああれ、何、もうすぐ大統領が来る、で、最悪のタイミングとか言ってるけど、ね、ニュースとか見たら、何、タイミングって何よ、何、政治じゃないぜ、これ。政治じゃない。殺されたんで殺人逃げない、これ。何タイミングって、それじゃねえよ、命の問題だ。これは一体、こんなの冷静でいていいはずがない。本当のところは冷静でなければいけないんだけども、まず政治とかそんな問題じゃない、タイミングとかそんなんじゃない。あのね、これ真剣にもう、何、アメリカ軍から日本人の生命をどうやって守るかを考えなきゃいけない。何度でも繰り返す、アメリカ軍から、はっきり言え、女の子をどうやって守るか、女性をどうやって守るか、アメリカ軍から真剣に考えなきゃいけない。アメリカ軍からどうやって
女性を守るか子供を守るか、なしはない来た。私の尊敬するガンジーがこう言いました。ガンジーは絶対暴力は振るわないと言ったけども、だけど私ん家にある本にはこう書いてある。だけれども絶対暴力は振るってはいけない。だけれども女性や子供に被害が加わるときは立て、インド国民よ立って女性と子供を守れ。ガンジーはそう言いました。そうガンジーは国民としてそう言ったんだね。あのね、そこでやっぱ国家という、今こそ国家が問われてる。国家ってなんだい。俺は常々国家は泥棒だと言っています。国家は泥棒だと言ってる。泥棒をしてその再分配をする。今税金として残ってるけども、だから服従した国民は保護しなければいけない。それが国家である。だがあなた方は日本人を守る気があるのか、つまり国家である気持ちがあるのか、あなた方は国家なのか、無政府主義者なのか、何度でも言いたい、あなたたちは国家なのか、無政府主義者なのか、アナーキストなのか、国家であれ、国民を守れ。はい、安倍総理、本当今安保法案とか言ってね、あのテロとか言ってますけれども、ずっとテロやってるの米軍じゃないかよ。ね、被害者がいっぱい出てるのは、日本人の被害者が出てるのは米軍でしょ。まず米軍を追い出すしかないですよね。テロですから。はい。どうだか。じゃあ一言。はい。前は遅くまでご苦労様です。またですか。もっと勘弁してほしいんですけど、日米地位協定もヘイトスピーチ法も誰のためなのか、日本国民のためじゃないですよね。米軍の犯罪者、チップラー強姦兵、こいつら守るためのものですよね。日本人なら日本を守るために法律を守ってほしいんですけど、あんたたちいつも逆利用ですよね。あんたたちいつから米国の属人になったんですか。あのよくネタよとかネット見ると、なんだごめんなさい、ネットで見るとネタよが沖縄の犯罪は沖縄人の方が、沖縄の人の方が、米軍の人よりも全然確率が高いとかなんとか適当なデマを流してますけど、あのさ、ここは日本なんだよ。日本でさ、外国の人間が自分の妻や娘や子供を犯して殺して、死体破棄したら、遺棄したら誰だって怒ってやろうよバカ野郎。ふざけんじゃねえぞ。日本人だったら怒れよ。何よ、米軍が犯罪を起こしたら大騒ぎするで当たり前だろバカ。怒んねえ方がお前らがおかしいんだよ。ふざけんじゃねえよ。少しは考えろよなあ。そこで適当にデスク座ってるやつら聞こえないふりしてんじゃねえよ。本当にてめえの娘や子供や妻が犯されて殺されて死体遺棄されて
それでもお前デスクの前に座って上の命令聞いてられるんだかよ。少しは関係ろ。ふざけんかっつってんだよ。以上です。はい、ありがとうございます。ね、で軍隊っていうのは戦争をするためにね、人殺しの訓練や教育洗脳されてる人たちじゃないですか。ね、そういう人たちを一般市民のいるところに、ね、近くにいたら危ないっしょ。ほんとね、別に俺アメリカ人のことはね、アメリカ人だって別に俺ね、そこには文句ないし、アメリカ政府にもありますよ、米軍にもありますよ。で米一人一人にあるわけじゃないけど、でもそういう洗脳された人たちがさ、そこにいたらさ、危ないっすよ。ね。早く、米軍出てってもらってください。そして日米地位協定なんてやめてください。はい、すいません。もうコールします。わっしょいわっしょい、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 米兵帰ればヘイトじゃないよ、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 米兵帰れば命の叫びだ、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 米兵帰れば本当の気持ちだ、米兵帰れば本当の気持ちだ、米兵帰れば本当の叫びだ、米兵帰れば本当の叫びだ、ラッシュイラッシュイ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 、米軍が何人殺した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 、米軍が何人犯した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 、ふざけんな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 、わっしょいわっしょい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 、沖縄の声を聞け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 、米軍基地はいらない、いらない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 、辺野古の新基地絶対反対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 、わっしょいわっしょい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 、加担すんなよ国交省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 、加担すんなよ海上保安庁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 、わっしょいわっしょい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 、海が泣いてる辺野古の海が、海が泣いてる辺野古の海が、海が泣いてる暴力で、海が泣いてる暴力で、海が泣いてる辺野古の海が、海が泣いてる辺野古の海が、海が泣いてる暴力で、海が泣いてる暴力で、海が泣いてる沖縄の海が、海が泣いてる沖縄の海が、海が泣いてる暴力で、海が泣いてる暴力で、海が泣いてる沖縄の海が、海が泣いてる沖縄の海が、海が泣いてる暴力で、
海が泣いてる暴力で、わっしょい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 米兵出てきはヘイトじゃないぞ、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 米兵出てきは命の叫びだ、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 米兵出てきは本当の叫びだ、米兵出てきは本当の叫びだ、米兵叫び、わっしょい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 、ほんとね、頑張って、ありがとうございます。もうほんと昨日おとといのね、昨日おとといから報道でもう海上保安庁の方も、国交省のね皆さんも当然ご存知だと思いますけど、本当に、もう起きてはならないというか、もう何度も何度もね繰り返されているこういうね、ことが起きていて、米軍基地がねあるっていうことのね危険性、そしてね作るっていうことに対して本当にね悔い改めなきゃいけない時に来てるんですよ。もう本当ねこれで分かんなければもう本当に、未来はないですね本当ね。もう本当になんと言って、いいのかもう何とも言えないですけどね、本当ともかくね地位協定とかそういうので、事件をこのね本当に、凄惨なね殺人事件をね、ちゃんと全員を解明するねして、もう本当にこういうことが起きないようにするっていうことしかないんですよ。本当に地位協定とかにね守られてやりたい放題、もうそれに対してね言うだけでももう、何時間もかかってしまうかもしれないけども、本当に、こういうね危険な状態がねずっとずっとずっと米軍と日本政府の、取引されたねこういった中にね沖縄はさあるんだよね。そういうことに対してもうただただね右向け右でね、やってる国交省海上保安庁、本当に本当に悔い改めてほしいと思います。あとちょっともうこの事件がねあまりにもでかくて、本当に、このことだけ伝えたいところもあったんですけど、ちょっともう一つ言いたいことがあります。辺野古のね基地建設において民間のね警備会社が、市民のね監視、そういったね反対派の人に対するまあ警備をしてたしてるっていうね現実がアルショックとかねやってますけど、となんかマリンなんとかって会社がやってるみたいですけど、会場ではそれに対して国はね2年半でね165億円も払ってる。ふざけんなよでしょ、本当にねえ。本当監視警備といったね、名目の、暴力に対して国が165億円も払ってる。
で、今日ね、また、参議院本会議ですか、これまた通った禁止訴訟法っていうのも、もう監視社会ね、本当、犯罪抑止とかね、冤罪なんか全くなんない。もう本当誰が笑うんだよって話ですね。もう本当多くのね、本当利害関係の中で国民にはね、何も知らないうちに、本当に知らされてないうちに決められている。ね、もう本当国はね、本当にそういったことに対してね、お金払う気満々な、こんなね、暗黒社会冗談じゃないってことなんですよ。ね、それに加担してるんですよ、あのたちはね。で、本当話戻しますけど、暴力っていう言葉、ね、もうはっきり言って、米軍兵士、もう暴力に取り憑かれてるんですよ。ね、でもうさ、そんなの近くにいたら、で本当ね、それをね解消するっていうこともね、アメリカのね、本当にや闇というか病の部分では本当にね、重要な問題になってるわけですよね。もうだから本当そんなもんねいらないんですよ。それによってね、世界は本当に平和なんかなってないしね、誰かがね儲けるためだけ、そんなだけことに対してね、加担してんじゃないよ本当に。ね、本当で暴力といえば本当海上保安庁もそうだけども、ここにねいるトップのやつら、ね、11管区のね耳ざる、ね、暴力奨励しててさ、彼らがさ本当暴力に取り憑かれて、これもどうすんだよね、え責任取れんのか、ほんと、もうほんとふざけんのしかないですよ、ほんとに。じゃあもう一回短く講師巻き起こしします。わっしょい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 辺野古の新基地絶対反対、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 海が泣いてる辺野古の海が、海が泣いてる辺野古の海が、海が泣いてる海が泣いてる暴力で、海が泣いてる沖縄の海が、海が泣いてる沖縄の海が、海が泣いてる暴力で、海が泣いてる暴力で、わっしょい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 地位協定絶対反対、地位協定絶対反対、地位協定いらないいらない、地位協定いらないいらない、思いやり予算絶対反対、思いやり予算絶対反対、思いやり予算いらないいらない、思いやり予算いらないいらない、わっしょい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 、米兵出てけばヘイトじゃないぞ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 、米兵出てけば命の叫びだ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 、聞こえないのか国交省、聞こえないのか国交省、聞こえないのか海上保安庁、聞こえないのか海上保安庁、沖縄の声を聞け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 、辺野古の新基地絶対反対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 、武力じゃ平和は訪れない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 、平和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 返答
力はいらない。本当の平和に武力はいらない。本当の平和に兵隊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 いらない。本当の平和に軍隊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 いらない。わっしょい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 。はい、なるほど。あ、何か、はい、すごい集団でやってんのかなと思ったら4人なんです。4人ですそうです、そうあのありがとうございます。あの先ほどの着物エリアで拝見してて、でティーンズソウル行って帰ってきてここでまた大声聞いてじゃあ今日は3本目新居と言います。ありがとうございます。あ、とんでもないです。それに言いましょう。すいません、よろしくお願いします。3本目です。地位協定今すぐ廃止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 。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、本当ね。最後のいいとこだけ参加させます。いや、今日は5人だ。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、早く日本政府、アメリカから独立しましょう。今のままじゃスレーブですよね。ね、スレーブです。奴隷ですよ。日本安保協定じゃないですよ。マスタースレーブ協定です。そうですよ。ね、そうですよ。まあ、そんなわけで、今日は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。多分ここに何か機会がある。